サーチセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実戦ルールはご覧の通りです。サイツセブンカップ45回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第1試合、サチー VS 大水プリンの後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのは大水でした。あ、でも超えた。ちょっと待って、もう行け。ちょっと待って、とりあえず当たりました。30回転目です。早い。大移動成功。はい、ということで、全部で18回当たりまして、3回マックスランドを取りました。7620個ということで終了です。いや、まあまあ頑張りました、本当に。一方、手堅くアマデジからスタートしたサチーですが、これは厳しいね。思うように初当たりを引けず、連チャンも伸びないという厳しい展開。うわうわ、当たってる。で、サンズ柄ですね、7ラウンド。うわぁ、びっくりした。あれ、いや、めちゃめちゃ嫌そう。これ、100% 確変ですよね。そう、単発でした、1回。だから大事、次は続くんで。ありがとうございます。はい、え、ありがとうございます。え、なにそれ、なにそれ。単発お願いします。単発ね。はい、何言ってんすか。帰ってください、もう。お断りだよ、うちは。セールスお断りだよ。まあ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 、13回当たりました。全部で13回当たって2回もクスが取れて5870個ですね。珍しく好調な大水、完全に試合の主導権を握りました。アマデジを打ちながら初当たりわずか3回のサチ、手堅くいく作戦が完全に裏目に出てしまいました。オカルト女子を相手に大きく遅れを取っています。今回戦いの舞台となるのは東京都新宿区のグランパ大久保。 JR 新大久保駅より徒歩3分のところにあります。パチンコの設置台数は834台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サーチセブンカップ1回戦第1試合後半戦、キックオフ。はい、では後半戦スタートということで、ドラムミン新ジャパンですね、今203回転なんで、とりあえず U タイムまではやって、まあ U タイム、まあ、その辺りの伸び方次第では考えていこうかなと。大水さんの様子を伺ってね、とりあえず当てるまで打っていきます。さあ、後半戦始まりました。私は引き続きこちらのですね、おきみ5の夜桜挑戦譜打っていきたいと思います。で、サチーさんなんですけど、ちょっとまあサチーさんが、まあ、引き続きその台を打つのかどうかとかの確認も込めて、最初に確認したいと思います。まずは確認しに行ってきます。よし、行きましょう。ちょ、うまい棒とか、あ、やっぱほら、まだ打ってる。怖い怖い、もうこれ以上打ってほしくない。あ、当たってる。ちょっとね、ここは大事なところなんで、ちょ、邪魔しないようにしましょうね。ちょ、邪魔しないように見守ろう。すごいな、マジで、サチーさん。あー、すごいすごい、そういうね。あー、そういうことね。ちゃんとこうやって打つもんね。勉強になる、普通に勉強になるわ。はいはい、おーおーおー、すごい、ありがとうございます。そんな言うほどじゃないです。いや、ちょっとあのね、はい、差し入れをしに来ました今回。こちらね、うまい棒とガーナとアルフォート、うまい棒ガーナアルフォートということでね。ちょっと分かんないですね。え、これちょっと食べてほしくてね、純粋に。これ全部ですか。はい、いいんですか。いいです、全然。うまい棒ガーナアルフォートですよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。さようなら。
しめしめ、これでもうまい棒のことしか考えられない体になってますからね今。サッチーさん、うまい棒打ちましょう。うまい棒があるフォートって言ってましたね。ちょっと分かんなかったですね。やっぱ若い人のテンションはすごいな。後半戦開始早々、大水の勢いに圧倒されてしまったサチ。苦労してゲットした本日4回目の初当たりでしたが、まさかの即抜け、痛恨の単発終了です。抜け、どうしよう。いやダメだね、万発ぐらい差ついてるもんね。さすがに大水さんのハマり狙いはちょっとできないな。移動しましょう。うん、これは移動だ。朝一から打ってきたドラム海にとうとう別れを告げたサチーですが、まだ始まったばっかりだからな。いや悩むな、どうしよう。そうしよう、難しいねこれ、相手に勝たなきゃあんないっていうのは。ほい、大水さんとね、おそらく9000発ぐらい差があるかなというところなんで、まあ雨で本当はねドラム海いい台なんで打ってないんですけど、追いつけない気がするんで、ね、ミドル打ってこうかなと思います。ゼリー型平時3電光石火平時バージョン、こちらで打っていきたいと思います。まあまあ回ると思うんですけどね。持ち玉ボーダーは 17.6 ぐらいですかね。まあ20ぐらいあれば御の字かなと。さて一方、悲願の初勝利に向かって視界良好の大水、大きなハマりだけは避けたいところですが、お、いいね、2回目マンボルーレと。あ、普通のマンボウ以外だったら何でもいい。うわそうだよね。あ、でも子供だ。あ、ほのめだ。熱い、しかもノーマルだよね。ちょっとおかしかったですね今のは。ゴール素晴らしい、323。あっさりと後半戦1本目の大当たり、さあ挑戦プーラッシュに突入です。光れ頼む。おー、やばい、怖い。お、やめてくれ。おっしゃ、あー、もうどっちもダメかと思ったわ。どっちも結局底落ちするんかいって言おうとしたけど、よかった。2連チャン目のゴール。そうせ、3000発は返ってこないと悲しいかな。さあ大水、どこまで連チャンを伸ばすことができるでしょうか。さてそんな中、銭形で持ち玉を飲まれた後、ヤマトへ移動していたサチーですが、2500円あって、36回転ということで、ちょっと厳しいかなと。まあそんな悪くはないですけどね、114個ってことを考えれば。移動します、銭形に戻ろう。さっきと違う台に。あー、ちょっと回ってくんないと打てねえもんな。さあそして大水は頑張ってくれマリちゃん。まあそうだよな、ちょっとね3回もあれはできなかったかな。16回当たりまして、まあ、4870個と1回もねマックス引けなかったのがちょっと悲しいかなっていうところです。はい、3、4、6、ダメでした、終わりでございます。左足に戻してね、まあ、ちょっと1回流しましょう。ちょっと持ち玉9000個超えてるみたいなんで。
本日最多9267個の持ち玉をゲットです。ちょっと見に行きましょう。ほら、いない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 、うまい棒だ、うまい棒行ってる、うまい棒行きましょう。いや、なんかね、この辺だった気がする。あれあれ、何、全然うまい棒じゃないじゃん。え、なんでなんであの機種売ってんの。あれ、全然銭形だ。え、あれ、うまい棒、うまい棒じゃないんですか。あ、うまい、あ、そういう意味だったんですか。あ、今わかりました。あ、うそ、え、気づいてなかったパターン。何言ってんのかなってずっと思ってたんですよ。何のために私がうまい棒ガーナ、そう、うまい棒ガーナアルフォートって言ったじゃないですか。あー、これ届いてなかったってことですね。私の気持ちは、すいません、いいんですよ、わかりました。もう知らない。うまい棒打ったら考えてあげる。悲しい。うまい棒ね、うん、うまい棒ガーナアルフォートだったね。いや、それでもやっぱ意味わかんないじゃん。ちょっとうまい棒見てみる。一応なんかもしかしてヒントかもしれない。人が良すぎます。いや、あったけど。なるほどね。いや、まあ打ってもいいけど、うまい棒は出てもだってまくれないでしょ。はい、まあこの台は当たればね、時速6万発、7万発ぐらいの台なんですけども、ちょっと続いてればね、1時間で、まあ、あの当たり回数ちょっと稼ぐためにも2時間は必要かなと思って、こちらで当てていこうかなと思います。見た目もいいんで、そこそこな回しはすると思うんですよね。でも多少回んなくても妥協で打っていこうかなと思います。あの逆転狙わなきゃならないんで。それでは行きます。なんかちょっとサチーさんが大移動してるの見えちゃって、ちょっとジャギに座ってました。もうね、ジャギ怖いんですよね。私だいたい対戦系の時になんか相手の人がジャギ打った時ってマジ入るんすよ。だからいい思い出あんまなくって、自分で打つ時には全然入らないのに。なんでなんでしょうね。他の人はめちゃめちゃ入るの見る。だから大選択、大正解かもしれないのがすごい怖い。マイボーガーナアルフォート。いや、それでもやっぱ意味わかんない。タイムリミットまで残り2時間となりました。一撃での逆転もあり得るジャギに運命を託したサチーですが、あれ絶対行かないと思ってます。行けばワンチャンあるからね。ランを望むか、サンサン。なんと大使、貴様には止められぬ。こういう台だったね。思い出した。久々に打ったから。おお。お前の技では
私は倒せん。麒麟なんだよね、あそこ。お、あったあったあった。あんな弱いので、サチ反撃のゴール。何ラウンドだ。2ラウンドか。大道後102回転、5500円の投資で大当たり。さあ、しかし大事なのはここからです。真剣ロードを制し、ジャギバトル突入なるでしょうか。残念ながら単発でした。まだ次があるよ。次がある。ちょっとなんか今希望見えたわ。当ててこう。ちょっとね、回しては見たんですけど、まあ、ちょっとだけね回転数も落ちたし、あとはサチーさんが打ってくれなかったから、うまい棒どうかなと思ってて、だからちょっとうまい棒に一旦移動しようと思います。さあ移動していきましょう。うまい棒でございます。本当にサチーさんが打ってくれるって信じてたのに、私が打つことになるとは思いませんでした。行きましょう。いや面白いからねこの台本当に。お、いいね、頑張れ。ここで1回転目、1回転目無理そうだな。いや、いける。やったぜ、イエーイ。あー、いやー、ちょっと順目とかね、逆目とかになってったりした方がいいから、この時点でやっぱ疑似変動を繰り返すんですけど、あー2回でしょ、しかもちょっと弱いですね。なんか3回ぐらい行く時がちょっとやっぱ強いかなと思うんで、はい、何にもなく終わりましたね。いやでも私はうまい棒3回転以内に当てるのうまいから、あと2回、あと2回で当たる気がする。でもあと2回回すのもちょっとしんどいかもしれない。あー、そうですね、ちょっとしんどいですね。タイムリミットまで残り90分。うまい棒でサチーにとどめを刺したい大水ですが、お、いいね、お、いいね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 、オッケーオッケー、そういうの、そういうの、一人が犠牲になり一人を助けるっていうね、あの美しい友情よ。6、5、5、あー止まんない。あ、これ面白いんだよこれ、ドキドキ。いや、なわけあるかい。面白い、毎回珍回答言うから好きなんですよね、あの問題。楽しそうな大水とは対照的に、この後に及んで追加投資中と大苦戦のサチーは、早く終わるなこれ。今日5万円目です。まあ本当は一発当てるしかないです、この1万円で。いや残念だな、でも勝ちたかったんだけどな本当に。まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど、すでに負けを覚悟しています。そして一方、うまい棒の大水は、お、いいね、いいね、めちゃめちゃクルーンは上手、マジでクルーンまでは上手。お、お、お、あー惜しい、あ、拾った、ナイスナイスナイス、お、いけるいける、なんで。今のいけるタイミングじゃん。なんかたまにあるんだね、トゥルーンってやつね。お、よしよし、うまいうまい、めちゃめちゃいってるよ、上手だよ。あ、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 しゃ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 、もうすげえいく、フィーバータイム今。あ、ダメだダメだ、
あーフィーバー終了。バカ野郎、ふざけるんじゃないよ。サッチーさん、おい、残り1時間だそうでございますわ。いや大丈夫です、あと4戦で終わるんだ。いやちょっと待ってよ。いや今から私がこれ振りながらもうちょっと私やめますって言おうとしたのに、もっと衝撃的なこと言わないでくださいよ。そう、1時間経たないうちになくなっちゃう。いやもうちょっと応援したくなるようなこと言うのもやめてください。本当に仕方ないです。いや、ここからです、ここからです。まあ確かにね、ここからかもしれない。でも私は先にやめておきますんで。全然、はい、お疲れ様です。ちょっと剣でございます。剣、はい、わ、はい、かりました。はい、いい勝負しましょう。じゃあ、ね、当ててね、こうバンと出してね。当たりました。当たりました、本当ですか。ちょっと、じゃあ邪魔しないようにもう書いておきます。ありがとうございます。じゃあ待ってます。さようなら。じゃあ本当に切なそうな顔してたな、サチーさんな。お、初の緑保留。緑だらけだ。お、あ、これ意外とっていうのあるからね。あるんですよね。あ、おお、あ、うん。あか。あるなこれ。もう一個上がらんとな。おお、二段階上がった。これは当たったでしょう。ほい、よし、まだわからんよ。サチ、これぞ執念のゴール234回転。追加投資は 13,500 円でした。さあ今度こそジャギバトル突入なるでしょうか。 OK。 赤文字じゃなかったね。よしよしよし、まあ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 、トキがね結構かわすんですよあいつ。ああチャンスアップが。頼む。ああ、ああ、ああ残念ながらこれまた単発でした。もう一回、もう一回引けば入る計算になるから。なけなしの出玉はあっという間に飲まれ、またまた追加投資のサチ。軍資金はもちろん残りわずかです。昨日46,000負けてるからね俺。そもそも、いや、このここで負けたわけじゃないけどね、いろこの辺のいろんなとこ行って前日の下見で大負けし、本番でもこの有様、まさに踏んだり蹴ったり。10万か。あ、そういう時もあるよね、パチンコだから。
はい、ジャギー打ってきましたが、今5万円投資終了ということで失格ということになりました。初参戦なんでね、勝ちたかったんですけど、まあちょっとね、勝負に出た結果っていうことで仕方ないと受け止めておきます。それではエンディングいきましょうか。お疲れ様です。大会初出場のサチーが健闘むなしく、タイムリミットまで30分を残し5万円を使い切ってしまいました。大水プリン悲願の初勝利です。人生終了、お疲れ様です。イエイエイ。お元気、あれちょっと大丈夫ですか？元気大ですよ。どうしたんですか？全然当たんなかったですね。泣いてません？泣いてませんよ。そういうことあります、慣れてますから。なんかすげえ涙目じゃないですか。当たんないのは慣れてますよ。え、結局、はい、ジャギに移動してたのは知ってるんですけど。そうですね、何回当たりました？私確認だけしたいんですけど。2回当たって、2回、ほうほうほう、2回とも突破できずと。泣いてもいいっすよ、もう。そんな泣きそうな顔じゃなくても泣いちゃっていいと思う。まあまあ、あります。でもそんな悪い台じゃなかったんで、はい、ああ、はいはいはい、まあ、打っただよ、悪い台じゃなかったから、まあ納得するしかないですね。まあそうですね、そういう日もありますからね。そういう日もありますよ、ね、そう、仕方がなかった今日は。そう、仕方がなかったですよ、ね、プリンちゃんが相手で仕方がなかっただけです。そうですね、はい、はい、いやでもあれ食べました、差し入れの。いや、カバンに入ってます。でも食べてないんかい。あの差し入れの意味が分かんなかったんで。いや、そうだ。いや、結局ね、うまい棒打って欲しかったんですけど、もうその意図も理解されず、ね、はい、食べられもせずという感じでしたね。はい、本当勝ちたかったんで残念ですね。いや、そうですよね、かなりやっぱうまい方なんで、私もめっちゃ負けると思ってたんですよ。8割負けると思ってて、多分、はい、夏の甲子園で言えば大阪桐蔭みたいな感じで呼ばれたと思うんですよ。ああ、多分そうだと思いますよ。だって私もこう呼ばれた時に、相手はガチプロだから頑張れみたいな感じだったんですよ。まあ自分で言うのもなんですけどね。、はい、まあそれを倒したっていうことで、はい、優勝してくださいよ。ちょっと本当に頑張ります、はい、なんかこんなに頑張って散っていった人のことを私は一生忘れませんから。はい、うまい棒も食べられなかったし。ありがとうございます、負けてよかったです。いやいや、よくない。そこまで言われる。そんだけいい人なんすか。やめてくださいよ。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第1試合は大水プリンがサチーを下し、自身初となる準決勝進出を決めています。準決勝に進出しました、イエーイ、ありがとうございます。いや、初めてですよ皆さん。私3回目にして、1回目もね、2回目も千穂ちゃんとチェロさんに敗れて、もうどうやったらこの先いけるんやと思ってたんですけれども、今回ね、大物サチーさんを倒すことができまして、見事、まあ、次のね駒を進めることができたんですけど、ちょっとね、次当たるかもしれない人っていうのが、まあ、キュインさんか、まあ、純子さん、高田純子さんのどちらかという話なんで、まあ、ね、キュインさんが最近来てるよっていう話をよく聞くんですよ。で、まあ、できれば高田さんが次に進んでもらいましてですね、私と当たるという結果がいいかなと思ってますんで、ちょ、個人的には高田さんを応援したいと思います。頑張れ高田さん。バカ野郎、ふざけるんじゃないよ。YouTube で見れる充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。